Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Wasamon です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはパリピ孔明第9話、タミクサのためにです。まあね、今まで散々タミクサって言ってたのがね、まあこれがどうなるかなつう感じ。つうことで、まず前回のおさらい第8話ですね。壁と英子が、まあ、自分探しをするっていう、まあ2人ともこう思い悩んでてっていうところがあって、英子は路上ライブをずっとやってて、でナナミンと出会って、ナナミンからもなんかこういう、こういう風にしたらとか、そういうのがありつつで、壁の方は、地元に戻ってササッチョと会って、あ、やっぱり俺がやりたかったのってこういうことなんだなみたいな感じで、徐々にまあこう見つけていきながらっつうのはあって、で一回六本木うどん屋かっこ仮に壁がラップ入れていくっていうのを実際にやってみて、まあそれでもすごかったんだけど、それよりもまだこう目指すんだなっつうのがありましたね。とあと思い出したのが、あれなんだよね、まだチケット使ってないから今回多分使ってくんだろうっては思うんだけど、何に使うんだろうっていうのと、あとなんかナナミンもなんかあんじゃねっていう感じなんで、第9話早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。さあどうなってくるかな。はい、それではアベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。連合軍の話だ。あ、これじゃん。あれじゃねっけ、違うか。そうなんだよ。うん。うん。蚊に思えた。来ましたよ、オープニング。これ英子がエイベックスなんちゃらっていうので、英子のまず踊ってみたっていう動画が出て、それから検索してみたら、自分で振り付けを考えたチキチキバンバン踊ってみたっていう動画を出してた人が、ちょうどその間3日間ぐらい空いて、公式振り付けバージョンで踊ってみたっていうのやったら、3日間で22万回ぐらい再生されてたかな、俺が見たやつは。その女の人の一人しか見てないけど、その人は22万回で化け物だなと思って。で、あとまた ABEX なんちゃらの方で、A 子がさくらんぼを歌ってたり、あとナナミだったかなが、ド忘れしたけど、同世代の曲歌ってたから、みんな見て。本編開始。
空音。民草のために ここか、ここでか。お、サイファーやん、サイファー。ちゃんと仕事してんの？すげえすげえ。あれ？孔明。孔明がいた。ここか。なんかツイッターで見たな、ここ。あー、本人がいますよ。路上では。え？すごすぎ？ベースボーカル本物なんすよ。早くない？早いよ。
化祭クオリティじゃねえだろ今のうまさ。すげえ。バンドバンドバンド、71番、ほう、マジか、お前か。そら盛り上がるよ。うまかったもん、さっきの。これが青春だよな。青春だよ。いいな。すげえ。へえ。ここで来んのか、ここで来んのか。キータイム。ほう。どう、でもこっからデビューしてるわけでしょ。歌ったんでしょ。下北のライブハウス。ま
わかる。わかる。うわぁ、交通整備やん。くそきついからね、雨の日。あー、やばい。やばい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 。電話かけたか。悔しいよなぁ、頭下げんの。なんか違うよなぁ、こういうのじゃねえよなぁ。悔しいよなぁ。なんか嫌だよな。変わんの。ほう。
ほう。届いたな。エンディングだ。このまんま行くか。さあどうする、どうする。お前なんでなんでそこにThank you.
からよな。終わった。でもこれでちゃんと気づいたからね、A子も。これが誰かを思って歌う、誰かのために歌う、これが民草。いいじゃない。まあでももうね、X 電話で時間はないし、キッドのところに行って、まあキッドが速攻で仕上げてくれるか。大丈夫ではあるけど、まあ10、11、12、10万いいね企画までで終わんの？2クールなんかな。ワンクールなんかツークールなんかようわからんけど、でもなんかこの感じだと10万いいね企画のところで終わりそうな感じがするな。うん、どうなるんだろう。まあ、でもよかった、面白かったっす。今後がな、ちょっと展開がわかんないけど、でも気づいたのがでかいな。ナナミンもきつかったね、今まで。ようやってきた。ナナミンがね、今からまた事務所に戻ってお話をするとは思うけど、私たちは今後、まあ、あなたの元でやりますなのか、本来の私たちに戻りますなのか、そこら辺はどういうふうに切り出すか分かんないけどね。まあでもまだ10万いいね企画は続いてるんでね、最後どうなんのかな、わかんねえよ。でも今後も見ていきますよ。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、パリピ孔明第9話、民草のためでした。ありがとうございました。ならね。